役員会について報告させていただきます。菅総裁から昨日の党大会は感染対策を万全に行った上でリモート参加や手話による投下など新しい工夫が凝らされ固い結束を確認する素晴らしい大会となった。緊急事態宣言は昨日で解除されたが今は一番大事な時期であり緊張感を緩めることなく自治体と協力しながらリバウンドをしっかり抑えていきたい。経済政策については党の提言も踏まえ宣言解除後も資金繰りや雇用など支援を継続していく。明日には関係閣僚会議を開催し多くの雇用を抱えている飲食業などへの金融面の対応をしっかり行っていきたい。国会では来年度予算について参議院で審議を重ねていただいている。今一度気を引き締めて早期成立に向けて万全を期してまいりたいとの発言がありました。二階幹事長からの発言については後ほどよろしくお願いします。森山国対委員長からは次回の本会議は明日13時から上がり案件地震防災対策特措法踏切道改良促進法在日米軍駐留経費負担特別協定令和3年度 NHK 予算の採決と特定都市河川浸水被害対策法の趣旨説明質疑を行う。所要は1時間20分の見込み。日切れ法案については明日の本会議で全て参議院に送付されることになる。コロナ対策予備費の使用が明日の閣議で決定されることを受け明日午前10時に予算委員会の理事懇を開き政府から説明を受ける予定との発言がありました。末松参院国対委員長からは明日は特別委員会の委嘱審査が行われる。24日水曜は午前に本会議を開き日米地位協定の趣旨説明質疑を行う予定との発言がありました。関口参院会長からは年度末まで1週間余りとなり大変厳しい日程が続いている来年度予算関連法案異例法案の成立に向けて全力で取り組む旨の発言がありました。世耕参院幹事長からは参院長野補選広島再選挙に全力で取り組んでいくとの発言がありました。山口選対委員長からは衆議院の支部長空白であった愛知2区について先週17日に支部長選任に関する会議を開き愛知県連からの申請に基づき名古屋市議の中川孝元氏を選任したとの発言がありました。下村政調会長からは今週の政調審議会は明日のみ開催する。閣法、議法、閣議決定案件、政府への提言の審査を行う予定。先月から今月にかけて募集していた党所属国会議員選挙区支部長からの提言について今朝の時点で1584件の提出をいただいた。詳細は精神に諮ってから報告するとの発言がありました。佐藤総務会長からは総務会は明日11時から開催するとの発言がありました。それでは二階幹事長よろしくお願いします。昨日は党大会で大変お世話になりました。役員会における幹事長の発言をご紹介申し上げます。昨日の党大会は新しい試みの多い大会であったが皆さんのご協力によって滞りなく終えることができました。改めて、幹事長を申し上げます。というのが私からの役員会におけるご挨拶でありました。他に何かご質問があればよろしくお願いします。はい、東京新聞の山口です。どうぞ。昨日党大会で菅総裁はですね、女性活躍に関して、
党においてもあらゆる意思決定に女性参画を確保し見える化するとの方針を表明されましたが、その方針を党の方で具体化する案などがありましたら教えてください。もうすでに女性活躍ということについては党としてはあらゆる機会を通じて女性の幹部の議員の皆さんやいろんな方々のご意見を頂戴しておりますが、だんだんと体制は整ってきましたから、これからはそれを具体化させていこうと思っておりますから、しっかりやりますから、戻ってください。はい、毎日新聞の真実です。地方選について伺います。昨日投開票が行われた千葉県知事選ですけれども、自民党が推薦した関さんが元千葉市長の熊谷さんに100万票以上の差をつけられて敗れました。改めてこの敗因とですね、今後の国政への影響についてどのようにお考えでしょうか。まあ、候補者がですね、当選した候補者が名前も浸透しており、あるいは馴染地域に馴染んでおったということが、こちらの勝因でありましょうか。まあ、我々はこのことはこのこととして、国政選挙は国政選挙ですから、しっかり対応して、別にショックを受けてるわけではありません。はい、野郎としてですね、緊急事態宣言ですけれども、昨日で首都圏に出されていた宣言解除されたんですけれども、今後のリバウンドを防ぐためですね、知事会などからまん延防止等重点措置の検討を求めることがあるんですけれども、党としてはどういった取り組みができるか、どういうふうに動くのかというふうに考えますか。まあ、我々も医療提供体制の状況、専門家の皆さんのご意見などを十分考慮して対応していきたいと思っております。引き続きこの感染拡大防止に対しての取り組み、これはまあ余談なく真剣な対応していきたいというふうに思っております。はい、朝日新聞の野田と申します。次に緊急事態宣言の解除に関連してなんですけれども、 GoTo キャンペーンのですね、地方からですね、 GoTo キャンペーンを一部再開させてほしいというような声が出ているんですが、幹事長としては今回のその緊急事態宣言の解除を踏まえて早期に再開させるべきだとお考えでしょうか。まあ、こういうことは地域それぞれの立場の人たちがよくわかるわけですから、政府がされそう、それ GoTo キャンペーンがどうだこうだって気合かけなくても、それは自然の形でなだらかに進んでいくことが一番いいんじゃないですか。私は全国旅行業協会会長ですけどね、そうだからといってすぐ旅行だけ何でも先に行く、そういうことじゃなくて、情勢を見て自然の形で進んでいくようにすればいいんじゃないですか。はい、北海道新聞です。よろしくお願いします。夜の会食について伺いたいですけれども、夜の会食、幹事長以前緊急事態宣言に伴って飲食を伴い会合を控えるようにという通達を出されてましたけれども、この通達の扱いどうするのかというのと、今後ですね、国会議員の夜の会食は本日以降どうすべきだとお考えでしょうか。まあ、これはそうだ、これすって配ってないんだよ、はい、なで今日ね、新型コロナウイルス感染拡大防止についてという幹事長の名前で国会議員各位に、通達を出したことがあります。
それは宣言は解除となったけど、今後この再発を防止するために飲食等に伴う会合につきましては大人数での会合は控えていただき、感染拡大防止に最大限の配慮をし、基本的な感染対策を徹底していただいた上でご対応くださいますようお願いする次第ですということは、3月22日付で、当初の物価人に通達を出したところで、後で資料をお配りします。はい、確認なんですけども、ルールにのっとって会食をする分には問題ないということですよね。これは常識の問題じゃないでしょうか。手取り足取りいろいろ言ってみたところで、本人が何をするかどうか、これは全員見て回るわけにいかないんだよね。こういうこの状況の中でどうしていいかって言ったら本人も分かるはずです。私は同志といいますか、そういう人たちを信頼していますから。はい、はい。産経新聞の広井です。昨日 の山口県の萩市商店について伺います。萩市商店は川村武雄さんの、弟である新人がですね、現職を破って勝利しました。都市商店をめぐっては衆院へのくら替えが取り沙汰されている林義正さんとの、代理戦争というふうにも言われましたけども、今回の結果について幹事長のご紹介があれば。この戦いで勝利したということは、勝利した候補者、あるいは候補者を中心として関係者が大変なご努力をなさって勝利を収めたということであります。そのことが他の選挙にすぐどういう影響をするかということは、悪い影響はないでしょうけど、それだからといって次の選挙もどうしようがもう一匹が俺だろうというわけにはないんですけどね。慎重に真剣な取り組みをしてもらいたいと思っております。はい、東京新聞の山口です。どうぞ。お願いします。自民党の、秋元正敏衆院議員が、今度の日曜日3月28日に茨城県水戸市で、脱原発をテーマとした、講演会を予定しています。この講演会をめぐっては、自民党茨城県連の県会議員が12日に二階幹事長と面会されていますが、秋元氏に講演を辞退するように指導した上で、従わない場合は処分を検討するように申し入れたということです。今後、幹事としてはこの講演会についてどのように対処されるつもりですか。党としてもその秋元さんから、そういう人たちの要望に対して、その意向は伝えてありますから、あとは本人の常識の判断に待つでしょうね。はい、加盟してこのまま講演会を続行した場合は、党としてはそのペナルティの処分を課すという考えはありますか。我が党はそういうことは党の風土に馴染みませんから、いきなりペナルティーだどうだ処罰だということはしませんので、考えるでしょうか。はい、はい、産経新聞の広井です。どうも。本日午後に菅総理が党本部を訪れて幹事長と面会されたと思いますけれども、総理とはどういった意味があったんでしょうか。総理は昨日の党大会です、大変立派な党大会だったと思います。ご報道を感謝します。どうぞ。はい、発表を続いては関連を続けて、衆院解散をめぐるやり取りというのは今日総理とは衆院解散をめぐるやり取りというのは今日総理とはありました。そんなことはありません。はい、中国新聞のニュースと申します。どうも。一昨
昨年のですね、参議院広島選挙区をめぐる買収事件で、公選法違反罪に問われている河合克行被告が周辺、地図の周辺に議員辞職する意向を伝えたとの情報、まあ、一部報道がありますけども、幹事長はそのことをまず、その意向をお聞きになっているかどうかと思います。まだ直接聞いておりません。わかりました。その上でも重ねてもう一つ、まあ、十分なその国会議員の活動がまだできていないという中で、ずっと国会議員の座にとどまっていることに対して批判が高まっているわけですけどね、そのことに関してはどのように考えますか。まあ、ご本人が十分反省しておられるでしょうから、その対応を待ちたいと思います。よろしいでしょうか。はいはい、今日は役員会の中で衆院解散についての発言というのは何かありましたでしょうか。なかったと思います。ここ最近衆院解散についての発言が幹部から相次いでいる、下村政調会長であったり森山国対委員長から相次いでいるんですけれども、この状況について幹事長はどうお考えでしょうか。どんな幹部か知りませんが、いかがでございますかと私が聞く必要はありますか。解散をね、決意して実行できるのは内閣総理大臣ただ一人です。周りの人たちが総理のご意向を受けてね、地ならしのために言って歩いてるんだったらそれは別ですよ。しかしそうとも思えないじゃないですか、ね、解散のことに対して発言したら必ずマスコミは相手にしてくれるわけですよね。しかし解散するには解散するだけの準備が必要なんです。そのことに対する対応することのできる人は解散についていろいろ言ったらいいですね。そうでない人は今解散を経験に論ずるような時ではない、改めて申し上げておきます。